あ、皆さん、ちょっと声聞こえるように集まってください。ちょっと声聞こえるように集まってください。声聞こえるようにちょっと集まってください。今日は皆様お集まりいただきまして、誠にありがとうございました。この前は惜しくも雨降って中止になっちゃいましたけれども、やっぱり7回連続晴れという奇跡は起きませんでした。今日はこう見渡してみても集まってくれたのはイケメンばっかりではないようですけれども、皆様ご存知とは思いますけれども、私床屋大失敗しております。今日はですね、渋谷区の現役議員の金子康之議員がいらしておるんで、ちょっと一言2分ぐらい喋ってもらいます。皆様、現職の政治家なんていうと口がうまくてずる賢いって思われるかもしれませんけれども、金子議員は違います。ちょっとだけであります。じゃあ、金子議員、はい、皆さんこんにちは。今ご紹介をいただきました金子康之と申します。渋谷区の区議会議員です。現役の区議会議員なんて言いましても大したものではございませんで、4年前の選挙に NHK から国民を守る党の立花隆さんについとっといろいろ言われて、電気席出てしまったところ当選して議員が出ると、こういったものでございます。その後の経緯は皆さんご存知の通りだと思いますけれども、立花隆さん NHK をぶっ壊すなんて言っときながら、実は NHK で金儲けしただけだったと、こういうことで NHK を商売のネタにしてるだけなんですよね。で、私も金子康之、その後すぐ立花隆さんから除名になりまして、くつださんは一足先にですね、その本質を見抜いてお辞めになったわけですけれども、その後立花隆さんは NHK 党などという党を作りながら全く NHK をぶっ壊す活動をやっていないと、こういう中で靴田さんは一日も休まずに NHK を毎日コツコツとですね叩いていると、本当に心からもこれは頭が下がる思いでいっぱいでございます。私も地元の渋谷区におりまして、毎日 NHK 見てるんですが、テレビは見ておりません。テレビはないんで NHK 見ないんですけど、 NHK の建物を見ていて、また NHK の職員が通勤したり、あるいは街で飯を食ったり買い物したりして見てて、本当にこいつら何とかしなきゃならんと思いながらも、何もできない自分が本当にもどかしいんですけれども、ささやかな気持ちで今日デモがあると聞きましたんで、押しかけて参加させていただいたと、こういった次第でございます。今日デモありますけど、皆さん交通安全気をつけて、事故にも気をつけて、一緒に頑張っていきましょう。よろしくお願いします。ありがとうございました。はい、NHK 紅白歌合戦っていう番組ありますけれども、なんだか知らないですけれども、外国人グループが5組も出ていると、選考基準が不明瞭、いう問題なんかもあります。あれ、いっそですね、一人何百万何千万払ったら一人出してやるよって公表すりゃいいんですよね。あと二人だと窃盗割引がありますとか、ちゃんと公表してくれればいいんですよ。それとですね、スクランブルにしてくれれば、別にね、全員外国人出しても構わないんですよ。契約しないだけですから。あと日本人から集めた金で外国向けの豪華な番組作って、そっちにはタダで見している、そういう不公平もスクランブルにすれば解決いたします。契約しないだけですから。そのようにですね、見ないから契約しない、払わないっていう権利を認めさせましょう。今日もコーラーさんつくんですけれども、NHK はスクランブルにしろって言ったら、皆さんおーっつって答えてください。しろーとかですね、許さないぞとかですね、来るなとかいうのを普通やるんですけど、聞き取れませんので、何より私がちょっと耳遠くなっちゃってですね、抗がん剤でですね、あと腕上げしてくれるのは嬉しいんですけど、
多分あの明後日あたり皆さん腕上がんなくなると思うんですよね。ですんであのこうやるのはほどほどで構いません。じゃあちょっと2回ぐらい練習しますんで皆様おーって言ってお答えください。 NHK はスクランブル放送にしよう。スクランブル放送にしろ。はい、ありがとうございます。腕上げなくてもいいですからね。今のように NHK がやりたい放題好き放題、ここにいる皆様全員いずれはいなくなりますけれども、我々が全員いなくなった後も NHK が今のように好き放題やりたい放題やってるなんてことは許せません。我々アダルトなですねおっさんたちがですね、あとあの少数のお嬢さんたちがですね頑張ってなんとかいたしましょう。気分が悪くなった方は、あとはあの足が痛くなったりした方は、無理しないで途中離脱、白いジャンバーのスタッフにお声掛けください。あとあののぼりを持っていただくんですけれども、のぼりはこうやって振らないでください。なんかあの左翼っぽくなっちゃうもんですから、その点よろしくお願いいたします。皆様ご協力よろしくお願いします。どうぞこちらに。皆さんよろしいでしょうか。じゃあコーラーさん、あの公園出てからコール開始でお願いします。じゃあゆっくり進みます。ダンサーに気をつけてください。はい、お願いします。ここ気をつけてください。気をつけてください。ありがとうございます。
つこー。おWe'll be right back.
は嘘放送をやめろ。NHK は偏向報道をやめろ。
るぞNET!
今日も、事故なく事件なく終えることができました。今日も皆様テレビはおろか新聞記者も誰も来ませんでした。皆様はこのことをあちこちに書き込んでください。全然報道しないとあちこちで言いふらしてください。またこのデモはやろうとは思いますけれども、私の体が弱いもんですから真冬は休むかもしれません。NHK がこのデモをニュースにするまでやっちゃうぞ。また皆さん参加してくれるかな。いいとこじゃないですか、そこ。じゃあ皆様お気をつけてお帰りください。家に着くまでがデモであります。お気をつけて。では今日は誠にありがとうございました。